どうも、ウェダックスです。えっ、ー、と、本日ですね、バルキリー、バイオスターのバルキリーで動かしてたんですけど、メモリーエラーが出まくって、どうしても動かなかったんですよ。それがこのマザーなんですけどで、とりあえず動かすためにヒートシンク乗っけて、さらにクーラー乗っけてっていうような動かし方をしてたんですけども、実際に動かなかったのが、こいつなんですね。このライゼンの、えー、7600ですね。で、7600って なんで動かへんのかなと。で、7900と7700持ってるんですよ。それをつけたら普通に動くんですけど、7600だけずっとメモリーエラーになる。ほんで、それがすごい困ってて、で、なぜか知らないんですけど、A2 スロットだけにしたら動いたんですよ。お ひょっとしてよくあるのが CPU への圧力。これ昔からあるんですけど、インテルの12世代、13世代で AM5 になってから増えた、間違いなく。このメモリ、じゃあ CPU に対する圧力でメモリーを認識しないというトラブルが多発してるんですよ。個人的にはね。で、何回も経験してるんで、あ、それかと思って、 圧力を変えてメモリーをさしてみてもどうしても A2 しか認識しないんですよ。でも7900と7700は全部認識するんですよ。それ何がおかしいと思います結局ね、あの実はなんとなくそうかなとは思ってたんですけどこの CPU のソケットなんですよね。ソケット。で、ソケットってあのよく見ると こ,のこれ、丁寧に扱わないといけないんですよ。で、ピンがね、こう、ピンっていうかね、これ、こういうのがね、山ほどガーって立ってるんですよ。でね、カメラでもちょっと分かりませんがね、この辺、ちょっとなんかおかしくないですかで、これね、初めてこのマザーを見たときから、ここちょっとおかしいなと思ってたんですよ。けど、 7700で動作させたら普通に動くし、OS も入れてたし、7900でも普通に動くし、まあいいかと思ってたんです。で、これは、7900と7700は X なんですね。今回、これは7600の X なしなんですよ。TDP65W 版なんで、で、動かなかったので、メモリーエラー吐きまくるので、 バイオスかなって思ったんですけど、AMD さんからバイオス上げなくても動くっていうのは聞いてたので、動くはずやと。で、ホームページも一応チェックしたけど、動くはずなんですよ。で、なぜ動く CPU と動かない CPU があるのかっていうのが、これが私の経験上初めてで、これだけ動かないんですよ。他の2つは絶対動くのに、これだけ動かない。で、 接触かなって思いながらもいろいろ試してたんですけどもう最終ねライト当ててよーく見たんですよ。こここうやってライト当ててこれはライト当てるとねよりこの角度でちょっとおかしいところが見えるんですねちょっと奥に押されてる感じがあったんですよ わからないかもしれないですけどねまあ奥に押されてそうって思っていや本なら奥に押されているだならその奥に押されているのを戻さないといけないということでその作業をもう壊れたらしょうがないと思ってでできれば虫瓶金とかが欲しかったんですけど今なかったんでルーペとかがなかったんでもう老眼なんてね思いっきり顔近づけてこれで ここをちょっと戻してみたんです多分4つ5つかなもうここちょっとだけなんか変でしょうんでソケットを自分で何かを落としたりとか引っ掛けたりしてないんですよでもおかしいのは仕方がないじゃないですかでこのマザーに至っては提供品なんで苦情を言うわけにもいかないんですよまあでも最悪動かなかったら動かなかったで仕方がないなと 他の CPU では動くんだから、7600を使うのを諦めればいいやっては思ったんですけど、なんか悔しくて、もうあんまりしないですよ。ピンを、あの、AM4 の頃はピンを曲げたのをよく戻したりとか、曲がってるのを、 買いせしないですね。人の、人が曲げたのを直したりはしたことはありますけど、あえて自分からそういうものに踏み込んでまで私は修理はしないので、で、まあ、多分これでいけんじゃないかなっていうところまで直したんですよ。この細い針で。この細い針でね。で、よし、これで動かんかったらもう諦めようと思ったわけですね。そしたら、 これで、電源を入れます。電源オン。で、どうしても、こっちがエラーになる。こっちは大丈夫。でも、2枚認識してくれないと困るし、最終4枚認識してくれないと困るんですよ。ね。それで、2枚挿したらいつもエラーが出て動かなかったので、2枚挿してみる。 うん、で7600なんでバイオスぐらいならこのままでも大丈夫ということでちゃんとねこのまずはハイエンドなんで結構パワースイッチとかもついてるんですよじゃあこれを電源入れるんですけども電源入れてみたいと思うんですけど動いたかどうかがここなんですよここに数字が出てくれば動いたその先は違うエラーとの戦いになるんでとりあえずこのまま 電源入れます。もう実は一度動いたんですけど今 CPU 一回外しちゃったので危険は危険電源をでメモリーエラーやったらすぐに PPP っていうなるパターンと2枚のうち1枚チェック通ってしまうと最終起動直前で PPP って言いよるんですよだからこのまま PPP ってならずにここに数字が浮かんでくれば 多分 OK。動くんですよ。さあ、今までね、メモリーエラーってね、あ動いた、ほら、山ほど食らってるんですけど、このパターンは初めてです。ほら、出た。動いたよ。で、まあ、バイオスが出たんで、電源は切りますね。はい。 という戦いをやってました。この針と、このライト。ライトをね、本当にね、当てると、なんとなく見えるんですよ。なんとなく見えるのを。で、ピンとピンと間違っても合わせちゃうといけないんでね。で、ピンがインテルよりちょっと扱いにくいような気もするんですよね。ここまで苦労したのはほんと初めて。よかった。だから、 あのー、CPU 買ってメモリーエラーになって画面が出てこないってトラブル結構聞くしあの質問に来るんですけどまず CPU ファンを疑ってくださいネジ締めしすぎてるとかそういうので動かない時がメモリーの B スロットだけ認識しないとか下手したら、えー、と A スロットだけ 認識しない,とか、まあ、いろんなパターンがあるんですけど多くの場合は CPU のソケットの圧力の問題緩くしてあげれば大体回復します私はそれで3枚4枚回復しましたんでそういうのがありますで今回のは本当に特殊で他の2個の CPU は普通に動くのにこの CPU だけ動かないんですよ同じ平面やのに どうしても多分こいつはそこが接触不良を起こしてたんやろうなとしか思えないんですけどねそんなこともあるんですよだから画面が出ない時はやっぱり CPU だけつけてメモリーエラー確認してでメモリーつけてメモリーを認識してここでもうほぼ完成 <laughs> 私の中ではいつも思うんですけどそこを突破できるかどうかで なんやかんやよくつまずくんですよね。で、こういう動かし方はあんまりしないでほしいんですけど、まあ、BIOS の画面を見るぐらいであったりとか、あのー、温度がそんなに上がらない作業をするんであったら、これぐらいで構わないです。まあ、外して調整して、外して調整してって繰り返してたんで、はい。よかった。動きましたよ。こいつで。で、こいつでパソコンを組む動画を撮ってたら、 そうなって良かった。ということでした。だから皆さんもね、メモリーエラー、いろいろあると思うんですけどもね、ちょっと12世代、13世代、AM5 になって、ちょっと自作のハードル上がったんじゃないかな、こんなにトラブルはなかった、今まで。DDR4 のメモリー、DDR5 のメモリーになって、メモリーの相性も多くなってきたし、トラブルも正直多くなってきたような気がして、しょうがないです。 なんとかね、安定していってほしいですけども。はい。ということで、今回は動く CPU と動かない CPU があったよという報告で、それは結局ソケットのピンがちょっと曲がってた奥に、それをちょっと戻してあげたら動きましたよという話でした。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。という話をしてたんですけど、今、 バイオスの画面が編集中に気づいたら7900やったんですよ。7900で動かしてました。7900X でね。で、改めて7600つけてみたんで、これでもう一回動かしときます。すいません。慌ててました。いろいろありすぎてほんまに疲れたんですよ。電源いります。電源オン。はい。これで数字が動けば、 電気がなかった。もうピッていったでしょ。はい。これで AM57600 って書いてるのがわかりますでしょうか。はい。ちゃんと動きましたよということです。メモリも 16GB2 枚認識しております。はい。よかった。ほんとよかった。ということでした。慌てて7900つけてました 7900はずっとこうやって動いてたんですよ。7600だけずっとエラーで動かなかったんです。はい。終わります。